はい、それではここからパート2よろしくお願いします。メイン MC のプーです。アシスタント MC リーです。改めてよろしくお願いしま す。ということでね、第20節相手はねファジアの岡山来ました。まあシーズンもう少しで折り返すというところで、ここからホームで2連戦ということですね。そうだね、まあ結構折り返し前大切な試合ですよ。そうね、まあさっき順位表見パート1から見てくれてる人はね順位表見てると思うんだけど、勝ち点負けたらひっくり返ります。そうだね、絶対に負けられない、かなり大事な試合なんでしょうか。いやー試合なん本当にそうだと思いますよ。です、そんな大切な試合 MC プー深り行ってきます。いってらっしゃい。何シートで見るんですか。相も変わらずジェフシートです。いやーまあインスタにちょっと期待しててくださいというところですね。いやちょっとね結構試合ギリギリに行くんで、ね、ああそうなんだ。ちょっと前の用事もあるから。なるほどね。まあでもまたスタグルとか食べれたら買って食べたいし。羨ましいですね。まあ無理だったらラーメンでも食べて帰ってきます。いやージェフシートハマっちゃうねこれやばい。いやーやっぱりそんなにいいもんすか。まあ、もうね。臨場感がすごいね。あ、そうなんだ。まあそうだよね。まあ今シーズン特にね。野球とかでもそうだもんね。前の方の席で見ると。まあさ、日立とかもさ、すごかったじゃん。そうね。結構前の方だったけど。去年ね。まあとにかくジェフシート行ってくるんで、はい、またインスタちゃんとあげるわ。お願いします。ということでね、僕もそんな感じで観戦しに行くので、ファジアの岡山についてね、しっかりと前もって予習していきたいと思っております。はい、それではね、いつもの通りリーに岡山について解説してもらいましょう。はい、題してリーのリーサーチ。はい、では今回も第20節の対戦相手ファジアーノ岡山について簡単に分析調査してきたので3つにまたねまとめて解説していきたいと思います。ということでまあ皆さんお待ちかね毎回恒例の第一印象を聞いていきたいと思いますが、まあ、岡山どんな印象を持ってますか。岡山ってさ、まあ、岡山県桃が有名じゃないですか。まあ、まあ最近だと岡山県の印象だね。ぶどうもね結構産地ですか。まあ、ずっとだよマスカット有名な。シャインマスカットね。こんな話やばいやばい過去最低だろこれ。いやまあなんかチームとしての印象はちょっと薄いのかな。いやなんかどんなサッカーしてるって聞かれたらポンって出てこないね正直。ああなるほどね。まだ岩政がいたとかさ、ね、監督によって変わってたし、ね、そうそう岩、うん、そうね選手選手にはあるけど、まあ本当にチームって聞かれた時にはねポンって出てこない。なるほどね。まあ確かにねそういうイメージ持ってる人は結構多いかもしれないね。まあ、結構ね何かものすごく突出したところになんか全振りしてっていうチームでは意外となくて総合力が高いずっとそういうチームではあるかもしれない。はいはい。まあね巷では桃太郎の嫌いダービーと言われてるとか言われてないとかなファジアーノとジェフなんですが、まあね現在どういう状況なのかっていうところをまあ簡単に見ていきたいと思うので、まず一つ目のスライド。はい、ということでね今現在岡山、まあ、低迷してるんですよ。ちょっと順位的にはね。そうね。まあそれのそう一番大きな要因は、まあ、怪我人がとても多いという話になってるんですよ。いやーまあねシーズン全然続いてるしね正直。まあこのスライドに出てるのは、まあ、情報が出てる選手たちなんだけど、まあもうパッと見多いよね8人とかなってるけど。でまあこの青になってるパウリーニョ選手はまあねジェフ戦の一つ前のこの前のね試合でまあ復帰しましたと。え出てたよね。そうだよね。やっとそうそう。まあ途中交代だったからジェフ戦でスタメンで出てくるのかってところはあるんだけど、まあこれはね本当に好印象の復帰だと思うんですが、まあこれもねちょっと本当に数日前ニュースが出てしまいました。エースのイ・ヨンジェ選手がまあ11月ぐらいまで戦線をアキレス腱を痛めて離れてしまうというニュースも出ましたと。いやーまあ喜んでいいのか。まあねこれはよく言うけどね。そうそう人の怪我ってね、まあ、喜んでいいのか分かんないからね。
去年18得点取った本当にチームの大黒柱でね、身長も高くてポストプレーもできて得点力もある本当に万能なねフォワードなんでね、まあいるといないでは本当に驚異的にはねもう大違いなんですよ。そうですね。でまあベテランも若手もなかなかね、結構これだけ怪我してるとやっぱり交代枠にしても結構ね監督としては運用が難しいなっていうところが今のファジアーノ岡山のなかなかね打開策が見つからないっていう現状なのかなというところもまあ見て取れるかなと思うんですよ。なるほどね。まあそんな中でそう岡山どういうところがまあ注意すべきところなのかっていうところをまあ今回もねまた3つにまとめてきたので次のスライド。はいはいはい。まあ僕はまあちょっとツイッターでも言ったんですが、まあね前節まあジェフが愛媛と戦ってる時のまあ次の日だったのかな、あの甲府と岡山の試合を90分フルでダゾーンで見たんですよ。はいはい。でまあ気をつけるべきはまあ守備かなと思いました。うちの守備、そうだね、岡山の守備が結構ねジェフにとってはしんどいかもしれない。あ、そういうことね。結構ね個で打開する力であったりまあしっかりとね精度の高いパスで打開する力っていうのは必要かなと思いました。なるほど。で、これなんで思ったのかっていうと、まあ、とても、まあ、今の栃木はちょっとわからないけど、ジェフと戦った時の栃木と、まあ、変わってないと思うんだけどね。結構同じような印象を持ちましたと。はいはい。早い段階でプレスをかけてきたり、結構ボールを長く持ったらね、ガンガン詰めてきたり、まあ、マンマークではないけれど前線の選手は結構がっちり疲れたりっていうね。でまあなかなかジェフが今年苦手としてるとこだと思うんですよ。いやーねー、まあ、だからこそこの岡山戦っていうのは、まあ、愛媛からの勝ちの勢いっていうのもそうだし、この負けてしまったね栃木戦からの成長や変化が見れるかもしれないっていうようなね大事な試合になってくるんじゃないかと思うわけですよ。なるほど。そしたらじゃあ、はい、気をつけるべきポイントっていうのは、まあこれね2番にもつながってくるんだけど、甲府はまあ得点がね取れなかったわけなんですよ。なるほど。でそうこの岡山の早めのプレスの守備にやられてしまったと。で甲府が苦しんでたところは何が苦しんでたかっていうと、本当に前線からものすごい運動量を持って詰められてくるから、なかなかね後ろからのビルドアップができなかったんですよ。本当に前半からそこが本当に封じられてたと。パスの出しどころもない。なんかさ最近さそういうチーム見てると S ナイデルの時のジェフみたいに感じるわ。ああそうね、まあ、なかなかね後ろでボールを回して打開しようとするんだけど前にパスの出しどころもない、ロングボールを出しても弾かれてしまうみたいな、結構ねなかなか打開策を見つけていかないと得点を取るのは結構難しかったりもする。ただもちろん甘いところもあるんだけど、まあね、その上で岡山は攻撃上昇の兆しを少しずつなんだけど見せていますと。まあなかなかね、今岡山 J2 で一番得点をできてないチームということで、まあ攻撃とても苦しんでいるんですが、まあね、イーヨンジェ選手がいない中でも、まあパウリーニョ選手が復帰したっていうのは本当に大きくて、甲府戦は得点は取れなかったにしても、パウリーニョ選手が入ってから攻撃のリズムとっても良くなりましたと。なるほど。まあジェフ戦はどうなるのかということで、ジェフが大切なのはもういつもの固い守備ですよ。いつものなのかちょっとわからないですが、まあ期待したいですよね。まあね、よくプーが言ってることなんだよ、あのセンターバックがしっかり詰めるとか、まあね選択肢を減らす守備が大切なんですよ、はいはい、と思います僕は。まあ甲府もねそれで守ってたって印象がある。まあ愛媛戦の継続をやればねいいのかもしれないんだけど、まあ、しっかりとディフェンスラインが守れるかっていうところも大切になってくると思います。なるほど。そしてじゃあ最後の相手のキーマンっていうのは、はい、キーマンはこれなんて読むかわかります？俺に漢字の質問はしないでくれ。これね上城選手って読むんですよ、門で。へえ、門なのにしろ。去年ね琉球で2桁取った選手なんだけど、まあね4得点ではあるんだけど、まあ、得点力っていう面では孤軍奮闘中なんですね。で現在イーヨンジェ選手がいない中で2トップを誰にするのかっていうところが岡山とっても課題としてあります。まあ赤嶺選手であったり清水選手であったりっていうね、まあ実績がある選手本当に多いんですよ。いや赤嶺と山本選手とかね、元松本山が結構苦手だよなジェフ。そうそう、
結構ね、まあ今なかなか得点っていう面では貢献できてないのかもしれないけど、まあいろんな選択肢引き出し持ってる選手たくさんいます。でこれがハマればちょっと怖いなっていうところもあるし、まあ若手選手がね突然出てきたりして、まあちょっとジェフ嫌な形で失点とかありますよね。まあミスからのとか。そうね。まあそういうことをしてるとなかなか得点苦しんでるチームでもしっかり決めてくるような、そういうねしっかりした選手たちいっぱいいますよってことで、侮れない相手だとは思います。なるほど、ありがとうございます。はい、ということでね、こんな岡山に対してジェフはどうやって戦っていけばいいのか、続いては岡山戦の試合展開について予想していきましょう。はい、そしたら予想はこの2つです。一つ目はボールを保持する、奪う位置が大切、もちろんミスは命取り。そして二つ目は選択肢をなくす守備が鍵、愛媛戦の勝利はいい流れ、はい、というところです。そうですね。したらじゃあ一つ目から。はい、まあ一つ目はね、さっきのスライドのところで、まああまり詳しく言わなかった打開策っていうところなんだけど、はいはい、まあちょっと甲府戦を見ててね、まあ甲府は得点につながらなかったんですが、まあ相手はね早いうちからプレスをしてきてビルドアップを潰してくるっていうようなところがあるんですが、まあそのね最終ラインのディフェンスの選手たちが、まあキーパーとボールをパスで回すなんてことよくあるじゃないですか。はいはいはい。まあそれを結構詰めて奪いに来るわけなんだよね。でもちろん前の方もマークされててパスの出しどころはないんだけど、まあ前がかりに来たところで結構中盤にスペースができる、フリーになってる味方がなんていうのがね結構甲府戦よく見えたんですよ。なるほど。でそこにパスが出た時に甲府は結構ね攻撃のチャンスがあったと思うんですよね。だからまあジェフはまあ早いカウンターが持ち味ではあるんですが、どこでボールを持つのか、まあね相手から奪うのか、それによってね攻撃のやり方変わってくると思うし、チャンスの作りどころが変わってくると思うんですよね。まあそうね、ボールを取る位置とかね、それを、うん、なんかどこでリスクをかけてボールを取るとかさ、そうそう、そのリスクのかける位置間違えるだけでもねかなり大変なことになってしまいますからね。まあその中でやっぱりパスミスであったり、はい、まあね変なミスは命取りになってしまいますよというのが一つ目ですね。なるほど。で二つ目が、二つ目はまあこれはねさっきちょっと言ったんだけど、まあ相手のシュートの選択肢をなくしていく守備が鍵になってくると思います。はいはい。まあしっかりね意図を持って守っていけば荒井翔太選手しっかりと守ってくれるゴールキーパーですと。まあそうなると相手にいい形を作られたとしても、まあシュートコースを限定するであったり、まあシュートをね打たせない、パスさせるとかね、そういうクロスからのなかなかそのセットプレーで勝ち切る、しっかりとセットプレーの選択肢を増やさないみたいな守備がやっぱり鍵になってくると。なるほどね。で愛媛戦はなんとなくそれをしっかりやりながらしのいできたんじゃないかと。まあそうね、結構その見方もできると。そう、だから愛媛戦の勝利っていうのはこの岡山戦にとってのまあちょっと良い流れなのかなっていうような見方ができるんじゃないかな。まあね、そういうことですね。まあ愛媛戦見ててもねかなりその選択肢が減ってるっていうのは目に取れるというか、うん、まあもう相手にその選択肢だけ残してて、その選択肢成功されたらやばいなみたいな、その選択肢成功させられるっていうのが結構ね愛媛戦、うん、見て取れたから、まあかなり守備は良くなってきてるんじゃないかなと僕も思っているので期待したいと思います。じゃあ最後にこの試合勝つためとなるキー選手、はい、一押し選手ですね、発表していきたいと思います。はい、この選手に注目しましょう。今回の選手はこちら、小島修斗選手ですよ。来ました。いやもうずっと俺は期待していました。そうだね、まあ、出てくるんじゃないかなと思うんだよね。何が言ってパスセンスです。いや本当に、まあ、もちろんね攻撃で起点を作れる選手、さっきも言ったんだけど、まあね相手が前がかりにどんどん守備をしてくるってことはどこかに空いたスペースが生まれてくるんじゃないかと。はい。まあ、そこにしっかりねパスを供給する、もしくはそのフリーの位置にちゃんと位置取るポジショニングをするってところでボランチがとっても大切になってくる。なるほどね。でも田口選手ってそういうのうまいじゃん。うまいやっぱり。でだからこその相方小島なんですよ。もうね空いてるスペース見つけるのうまいし、そこに蹴るのがうまいよ。ちょっとね供給するセンスがとてもあると。もうね俺ほんと好き小島選手。もうユニフォーム
迷った。多分、うん、あそうなんだ。14番、俺14番好きだからさ、これ一回話したことない？ティエリアンリー言ってた、ね、ティエリアンリーの話。まあ小島選手なんかね、もはやもうなんか得点とかで目立てなくても、まあね、ヒーローになれる、そんな役割を持ってる選手だと思うんだ。まあね、ロングシュートとかも狙ってほしいしね。そういう活躍をね、期待したいよね。そう、結構惜しいゴールいっぱいあったからね、シュート。いやー、期待しよう。いや、期待したいですよ。ここ勝てば本当にね、後半戦の弾みになると思うしね、やっぱり。じゃあ、こんなところでパート2終わりにしますか。次の動画も視聴よろしくお願いします。SNS、フォローの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。パート3でお会いしましょう。柏には負けられない。